消防庁は日本の行政機関の一つ。日本の消防活動を統括する総務省の外局である。なお、混同されがちな東京消防庁は別の東京都の組織であり、区別するため総務省消防庁と呼ばれる場合も多く、公式 HP でも総務省消防庁と表示している。国家行政組織法第3条、第2項及び消防組織法。 第2条に基づき設置され、日本の消防行政の企画、立案、各種法令、基準の策定などを行う。職員は、消防理員ではなく、実動部隊を持たない。支援者等の消防車両や消防ヘリコプターを所有するが、実際の維持管理は対応先の自治体が行っている。消防庁は、消防機関への直接的な指揮権はなく、助言や指導。 調整等にとどまる。これは、日本の消防は市町村長の管理下にあり、市町村が消防の責任を負っているためである。そのため、消防庁長官または、都道府県知事は、市町村消防へ助言、勧告、指導を行うにとどまり、市町村消防を管理する権限を持っていない。他、都道府県レベルで消防本部を設置しているのは、東京都のみである。 国民保護法の施行に伴い、消防庁には、武力攻撃事態等における、国民保護の国と、地方公共団体との総合的な窓口としての役割が与えられた。災害時の非常対応も行うが、2003年以前の、アメリカ合衆国の連邦緊急事態管理庁の、ような非常災害時の公的機関に対する、統括指揮権の掌握はできず、内閣危機管理官や、 最終的には首相官邸に設置される対策室や内閣に設置される災害対策本部などが指揮する。国家消防庁の表札消防庁長官は総務官僚の出向者が就任する。官房は置かれていない。消防庁職員は消防理員ではなく総務事務官または総務議官である。また国民保護法の施行に伴い国民保護 防災部防災課国民保護運用室長には自衛官が出向している。旧自治障害局の時代は自治事務官、議官という身分であった。消防庁の業務は主に全国消防制度の企画と立案、消防関連の研究、自治体消防の幹部消防理員の教育程度であり、大規模災害のうちごく一部を除けば消防活動や広域式の権限を有しておらず、 それらは、地方公共団体の消防機関が消防庁から完全に独立して行っている。よって、地方公共団体の消防機関を指揮下に置く、必要がないため、警察庁の管区警察局のような地方機関は、置かれず、消防庁の組織の規模も警察庁に比べて小さい。警察における、警察官僚のようなキャリア職員も存在せず、消防庁職員の身分も、 消防理員ではなく、総務事務官、または、総務技官であるため、消防官僚という故障は用いられない。また、警察庁に所属する警察官僚が警視庁や道府県警察へ、出向して幹部に就任するのに対して、消防の場合は、消防庁に所属する総務官僚が、各自治体消防へ出向するという人事は滅多になく、 消防庁職員が各自治体の消防活動に介入することもない。消防理員は全員が地方公務員であるため、警察官のように地方公務員と国家公務員が混在するような規定もなく、国の消防庁と自治体の消防機関は完全に独立している。業務面でも警察の場合は広域捜査や公安捜査、警備実施や、 全国交通取締り等の全国的警察活動は警察庁が全国に号令をかけて行うのが通例であるが消防の場合国の主導のもと全国的規模で行わなければならない業務は大規模災害など限定的である消防庁職員には消防理員の階級及び階級省に準じた職名省が定められているまた通常時は ほとんどの場合、私服での勤務であるが、状況により、消防理員のものに準じたデザインの制服、制帽、活動服、アポロキャップ、安全帽等を着用することもある。警察庁の警察官に、巡査、巡査長がいないのと同様、消防庁職員にも、消防市長相当級以下の職員はいない。総務省の該当の項を参照、総務省定員規則最終改正。 令和3年8月31日総務省令第89号。令和3年度一般会計予算財務省 http コロンスラッシュスラッシュ www.fdma.go.jp スラッシュ ugoki スラッシュ11701スラッシュ16ド pdf。ありがとうございます。